倹約ウェイト8ラウンドを行います。赤コーナー13戦9勝4敗9勝のうち5勝がノックアウト、公式計量は123パウンド4分の1、テイケンジム所属、ひとみ宗光。テイケンジムの叩き上げボクサー、ひとみ宗光、初の8回戦に挑みます。青コーナー11戦6勝4敗1引き分け、6勝のうち4勝がノックアウト、公式計量は122パウンド4分の3、横浜光ジム所属、高橋裕二。こちらも初の8回戦、変則型のボクシングで4連勝を狙います。高橋裕二、同じくビニーマーチン、同じく葛城明彦、レフェリーウクリッド・サラサス。両者ともに初の8回戦、56キロ契約ウェイトで行われます。赤コーナー帝拳ジム、ひとみ宗光28歳、青コーナー横浜光ジム、高橋裕二23歳。オープニングラウンドについて、ひとみは倒しに行くとノックアウト宣言しました。白のトランクス、一方の黒のトランクス高橋も自分のスタイルを多用していくと攻撃的な発言をしています。注目の第1ラウンド、3分間が始まりました。黒のトランクスの高橋裕二は途中でスイッチ、オーソドックスからサウスポーに変えるタイプを1ラウンドから使っていくと話しています。左のジャブを当てていきます。そして白のトランクス、黒のベルトラインは帝拳ジムのひとみ宗光28歳です。現在は互いにオーソドックススタイル、リズムの中でこのスイッチをしていくのは黒のトランクスの高橋裕二、その足に注目しましょう。左のジャブ、ゆっくりとした立ち上がり、互いの距離を見合います。左のジャブをゆっくりと伸ばしながら、ひとみが近づいていく。左右のアッパー、入り込んで右のアッパー、高橋裕二、横浜光ジムです。2005年7月にプロデビュー、坂本畠山戦に触発されまして近所の横浜光ジムに入ってきました。左から飛び込んでいく、返していくのはひとみ、右のアッパー、ガードでしっかりと守っています。高橋、白のトランクスのひとみ、しっかりとガードを上げています。徐々に距離を詰めていく、一方大きくこの足を開いていく、そしてジャブを差し込んでいく高橋裕二、ボディ右だ、左のアッパー、右左のアッパー、右のアッパーと入り込んでのこのアッパーです。早い左です。左のフックを得意にしている黒のトランクスの高橋裕二、一方のひとみは同じく左のフック、左のボディを得意としています。ボディ、細かいパンチ、しかし右を返していった高橋、追い込んでいく、ロープ際に追い込んでいきますが接近戦、ボディボディの打ち合いです。細かいフック、アッパー、まだ高橋はスイッチをしません。注目の第1ラウンド、ゆっくりとした立ち上がりになりました。距離を読み合う、互いのそのパンチ、その軌道を読み合う第1ラウンドです。ひとみは2004年の9月にプロデビューです。おっと、ここでスイッチしました。一瞬スイッチをした高橋、打ち終わりです。ボディ、さあ細かいパンチを集めていく、そして高橋は再びオーソドックススタイルに戻っています。右、大きく右を伸ばしていきます。おっと、一瞬サウスポー気味、しかしながら今度も再び右構えになりました。リズムの中で右のストレートを伸ばすタイミングでスイッチをしていくと本人は話しています。これが自分のスタイル、やりやすいんだと、そう話していました。ガードで固めて右のアッパー、ガードを割って入るようにアッパー、ダッキングでかわすひとみ、しっかりとガードを固めています。両者的確なパンチを顔面に集めていきます。静かな第1ラウンド、今第1ラウンド終了のゴングです。1985年10月まで神奈川県横浜市出身、デビュー2005年7月、戦績13
2004年9月にプロデビュー、帝拳ジム人見宗光、28歳です。20歳の頃、悔いを残さないようにと会社を辞めプロボクサーになりました。現在キャリアこれで14戦目になります。壁にぶつかりながらも4回戦6回戦をクリアしまして、試練の8回戦、さあキャリア14戦目初の8回戦の舞台です。ボディ、さあここは顔面に集めていく、じわりじわりと距離を詰めていきます。左のジャブ、フェイントをかけて左から入っていく、一気に距離を詰めるが高橋のフックの応戦、ミナッパー左、さらに左、ボディ、頭をつけて低い位置から打ち上げるようなアッパーは高橋です。おっと左のストレート、中学校の時剣道をやっていたことでこの左構え、剣道は基本は左構えなので、そのサウスポースタイルは自分の、形に定着したと話しています高橋裕二。打ち終わりにこの左構えになっていきます。ここはバックステップ、一方瞳も左右にポジションを変えていきます。スイッチをする高橋に対して瞳は、自分はサウスポー対策でこの試合に臨むんだと話しています。足を使って左回り、さあここは左のフック、左のフックを打ちながら左回りで回転していきたいと話していましたが、ここは高橋のパンチ、ボディ懐に重く響いてきます。しかしながら返していく、ガードを固めながらアッパー、アッパーの応酬、両者右のアッパー、細かい右のショートアッパー、右のストレート、瞳、しかしながら高橋も細かいパンチ、低い姿勢、低い姿勢は高橋裕二です。黒のトランクス、鼻の周りが赤くなりました高橋裕二です。左から右のアッパー、速い右のアッパー、左、左のフック、さあ右、左のガードをしっかり上げながら瞳は右のストレートを伸ばしていく、ダッキングでかわす、ロープに追い込みながら、さあ左を打ち込んでいく、徐々にこの左右のストレートでロープに追い込んで距離を詰めていきました。足を使います。高橋は瞳選手のことを非常にうまい選手だと話しています。構え、体のバランス、打ち方全部が自分より秀でている、なのでペースを握られないよう多少無理してでも自分のスタイルを貫いていくんだと、そう話しています。右を振っていく瞳、距離を取ります。高橋、リング中央になりました。左のジャブで距離を詰めていきます瞳、右のフック、さあここは左に回っていく、左のアッパー、右のアッパー、左右のアッパーを繰り出していく、さあ体を左右に揺らしながらダッキングで壊す、右、これは空を切った。第2ラウンドが終了しました。横浜光ジム、高橋裕二、23歳です。2005年7月にプロデビュー、中学3年、その時の高校受験を終えた翌日にボクシングを習い始めました。もうすでに 7,8 年が経過しているということです。3ラウンドからはペースがつかめていたら判定を考えず倒しに行くと KO 宣言をしています。6勝のうち4つがノックアウト、高橋裕二、キャリア12戦目を迎えています。自分のペースをつかんでいく、まずはその1ラウンド、2ラウンド、自身その第3ラウンドの立ち上がり注目ですが、右のアッパー、左、右の左のアッパー、ダッキング、さあ瞳もパンチを見ています。ボディ、しっかりと高橋のそのパンチの軌道を読み取っている、かわしている、ボディ
さて右左左のフックボディ頭をつけてボディ、さあ両者回りながら左のフックボディ、左を多用していますボディボディ、さあ重たいボディが両者打ち合います。上下へと打ち分ける上下、さあ瞳の打ち終わり、ダッキングがかわそうとしますが高橋そのパンチを食らっているボディ、さあガードで固める瞳、柔らかく体を動かしながらその高橋のパンチをかわしていこうという瞳、ガードで固めます、距離を詰めて打ち合う。さあここはボディ、おっとそして瞳の鼻から出血か、低い位置から高橋ボディを狙っている、左右のストレート、リング中央で両者サークリングをしながら、さあ左右左のボディ右を打ち込んでいきます。少し距離を取りました高橋、去年12月、そして今年7月と2戦続けて3ラウンドノックアウト勝ち、いずれも左フック一発でした。一発があるこの黒のトランクスの高橋、さあその高橋相手の懐に潜り込んでいる、そしてサウスポースタイルに変えています、スイッチをしています高橋、右のフック左右、再びオーソドックスに戻した高橋ボディ、さあそのスイッチをする高橋に対して瞳は左に回りながらサウスポー対策と話していました。その左フック、それをうまく効果的に高橋のボディに集めていきたいところ、左下がる高橋左ノーモーションから左を放っていきます、ガードで固めてボディ左低い位置でもしっかりと高橋、さあ懐ガード高めに上げている、左伸び上がり気味に左右のアッパーを伸ばしていく、しかしながら右高橋の右左右のストレート、瞳の右のストレート、一瞬の隙を突きまして瞳右のストレートを炸裂させました。スーパーバンタム級リミットより 700g 重い契約で行われている 56kg 契約ウェイト8回戦、今年からフェザー級に1つ階級を上げた画面右帝拳ジム瞳宗光と、逆にスーパーバンタム級に下げた横浜光ジム高橋裕二、画面左です。共に8回戦のリングを迎えるのは初めてです。試合は第4ラウンド、今ゴングです。リング中央で距離を取る高橋、さあ少し引きながら左、スイッチボクサー高橋、さあガードを固めながら右、さらに右のアッパー左ブディ、左のアッパー右のアッパー、自らのリズムを掴んでいこうというその高橋、さあここはパンチ休むことなく相手のボディに打ち込んでいきます、左右瞳も前に出ていく、右のストレート一瞬体を引いたところ、高橋の顔面に右のストレート、さあここは接近戦になった、距離を詰めていく瞳、自ら体を引いて青コーナーを背負っています高橋、右ボディボディ右のアッパー、さあ体を左右に揺らしながら左、黒のトランクスの高橋は左のフック、相手をキャンバスに沈める KO パンチを持っています。ボディ柔らかく体を動かしながら高橋ダッキングでパンチをかわしている、そして足を使っていきます、
3ラウンド以降ペースがつかめてきたらいつでもノックアウトを狙っていくと話していた。その高橋、自らの戦いやすい距離に身を置いています。右のアッパー、空を切った。対する瞳も距離を詰めていく。ボディ、右のアッパー、打ち終わり、このアッパー、そしてフック、コンビネーション連続攻撃を見せていきます。瞳、キャリア13戦のうちここまで4敗。この1年負け試合をビデオ研究しまして、シンプルにボクシングをしようとそう決意した瞳宗光。ボディ、基本である左のフック、左のボディ、自分が一番やりやすいボクシングを展開していくとそう話していた。左のフック、その左のフックが炸裂していく。右のアッパー、左のフック、得意なそのフックを多用しまして、瞳相手の懐に徐々にダメージを与えていきます。右、一方の高橋もガードを固めて右のストレートを狙っているかのようだ。左、さあここでダッキングをしながらうまくパンチをかわしていきながら高橋、さあ左、両者の回転数が上がってきた。左、さらに左、左右のパンチが交錯する第4ラウンド終盤でした。そして後楽園ホール、同じ帝拳ジムの青尾貴弘選手がこのリングの下で瞳宗光の試合を観戦しています。ラウンド5、キャリア14戦目、2004年9月にデビューした瞳宗光、初の8回戦です。さあ試合は第5ラウンドを迎えています。徐々にこの距離を詰めながら瞳、左のジャブを散らしながら前に出ていきます。得意な左のフック、そして左を回りをしながらこの高橋裕二を追い詰めていきたい。おっと、打ち終わり、高橋の右のストレート、ボディ、さあ上下に体を揺らしながら高橋裕二パンチをかして右のストレート、足を使っていきます。プロ9戦目でようやく4勝、4回戦の壁は厚かったと本人は話しています。ここまで4敗、黒星から学んだことは油断大敵なんだ、試合前にビデオを見てしまうと先入観ができてしまう、なのでできる限り見ないようにする、リング上でのその野生的な勘で相手を倒しに行きたい、高橋は話します。右、左、ボディ、そして左、重たい左右のパンチが集められていきます。左、さあ体で気持ちを見せる、細かい右のアッパーは瞳、細かいパンチを集めていく。今度は高橋がその瞳との距離を縮めていくのような、左顔面にもパンチを集めていく。右のアッパー、ジャブから左のフックを狙っていくかのような、瞳、左、左、高橋も左です。細かくパンチ集めていく、左のアッパーを高橋再三打ち込んでいきます。一方の後ろのトランクスの瞳は前半から倒しに行くが後半はスタミナ勝負なんだ、そしてラウンド中少しずつですがスタミナを蓄えて後半に備えていきたい、そのように話しています。左、ボディ、さあ左右のパンチを集めていく。ボディ、顔面、細かく右のアッパー、そして左のフック、時折
声を上げながらパンチを打ち込んでいく瞳。距離を詰めていく、右を振っていったところ、しかしながら距離を詰めていきます。瞳、ロープを背負っているのは今度は高橋。瞳がロープ際に追い込んでいこうというところで、レフェリーが両者を分けます。第5ラウンドは残り15秒。ミドッパー、さあ左右のアッパー、フック、左のフックで組み立てていくか。瞳、左のフック、右のフック、左右のフック、大きなフックは高橋。第5ラウンドが終了しました。後半スタミナとの勝負なんだと話す瞳宗光。倒せると感じたチャンスで出ていくんだと。対する高橋裕二、ペースは常に維持したい、ペースを保てないと自信がなくなってしまう、攻撃の中で自信をつなげるのは自分自身のそのやりやすいペースなんだと話しています。第6ラウンドを両者迎えます。白のトランクス定見ジム瞳宗光、黒のトランクスは横浜光ジム高橋裕二です。身長差は高橋が3センチ上回っている173センチです。先ほど第5ラウンドですが、おっとここはパンチ、右のアッパー、高橋の左の目尻がカットされましたが、それは瞳のヒッティング有効打によるものでした。あ、ここはバランスを崩しました。その高橋です、傷が開いてしまいますとヒッティングということですので、自動的に瞳の勝利が決まります。ボディ冷静に組み立てていく、右の大きなフック、ボディに打ち込んでいきます。ミオストレート、ボディ、自ら身を引いてパンチをかわしながら左、右のアッパー、さあこれはボディ、そして顔面にパンチを集めていく瞳。低い姿勢を取るその高橋に対して左右のフックで顔面を狙っていく、右のアッパー、ニュートラルコーナーに追い込んでいった瞳。辛い時は地元の応援団に背中を押してもらえる、今日もたくさんのこの応援団が後楽園ホールに詰めかけているそうです。さあチャンスと感じた時には一気に仕掛けていく、行かないとまずいんだと気持ちを入れる瞳。さあ追い込んでいった、右のアッパー、ガードを固めながらも冷静なパンチを打ち出していきます。高橋もアッパーを返していく、ボディしっかりとガードを固めている高橋、身を引いた、一気に距離を詰めていった、ニュートラルコーナーに追い込んだ、しかし瞳は冷静に組み立ていこうとする。右のボディ、左、右、さらに左、一発一発パンチをボディに集めていきます。瞳、右、アマチュアキャリアなしにゼロから定見ジムでボクシングを学びました瞳宗光、初めての8回戦、キャリア14戦目、4回戦6回戦の壁は厚かった、しかしながらこの8回戦、その厚かった壁を拳に込めてパワーで押し倒していきたいと話している。右ナッパー、ボディ、高橋の鼻からは出血が見られます。右ナッパー、左のジャブ、さあサウスポースイッチをした高橋、そしてオーソドックスに戻した、ここは組み合う形になりました。ニュードラルコーナー、ロープを背負っているのは高橋、瞳が気持ちを見せていく、最後のストレート返していく、ボディ、さあダッキングでパンチをかわしていくか、アッパーで仕留める瞳、ボディ、高橋も左、重たい左を返していきます。両者気持ちがぶつかり合いました。第6ラウンド終了です。亀貝義弘選手のリフレーションをご紹介させていただきます。太田様、Nボクシングチーム様、亀貝義弘後援会様、各チームサーク、ライトコール様、アーチポンプ山田様、以上の皆様に次の試合に出場します亀貝義弘選手のリフレーションをご覧ください。
そして伊藤博文選手に1年生です。新大阪駅前郵便局長古木邦康様、滝千恵子様、そして役員洋昌様、以上の皆様より次の試合に参加します伊藤博文選手に1年生が贈られます。辰吉畠山の試合をテレビにかじりついて見ていた。ボクシング経験のない自分が同じプロとして同じリング上で戦えるのは非常に幸せだ。後楽園ホールのリングで戦っている笑顔も見えます。帝拳ジムの瞳宗光、トレーナー、そして家族に感謝したい。さあ笑顔で第7ラウンド、初のラウンド両者迎えました。左のジャブから入っていった。それは瞳の気持ちが表れているのか。低い位置からダッキングをしていく高橋、それに対して顔面にパンチをアッパーで集めていく瞳。左のアッパー、ここはクリンチに出るか高橋。しかし瞳のパン回転数が上がっています。右のストレート追い込んでいく、前に出ていく細かいパンチ、左高橋も返していきます。先ほどのラウンド鼻から出血がありました高橋、そして第5ラウンドには左の目尻をヒッティングによりカットしている。その高橋ボディボディ左のダブルを見舞っていく。さあ3発4発打ち込んでいく、瞳も返していきます。ボディ今度は右だ。さあガードを固めながら両者右の拳を相手のボディに打ち込んでいきます。ボディそして右につなげていく、右高橋の右、さあ左から右、スタミナ不足がやや心配なんだ、この第7ラウンドが一番勝負でしょうと高橋裕二は語ります。まずこの危なくなったら距離を取って戦う、そして自分のペースに持ち込むんだ、そのように話していて、しかし頭をつけてここは懐にパンチを集めていきます。細かいパンチ、左左を返していく瞳、ボディそして右、さあロープまで押し込んでいく瞳、ボディしかし高橋も気持ちで前に出ていきます。左さらに左、右のアッパー、右左、さあダッキング、高橋はまだ瞳のパンチをしっかりと捉えています。さあダッキングでかわしながら自らのペースを作っていきたい。体を上下左右に動かしながら、あ左この左のフック、これが高橋裕二 KO パンチでもあります。一発でキャンバスに相手を沈めるだけの力もあります。左のフックが多く出てきました。さあ両者にとって初めての8回戦、初めての第7ラウンド、残り40秒です。左のボディ、右のボディ、左コンビネーションをつなげていく。瞳もガードをしっかりと守って、そしてボディ左のダブル、さあダッキングでかわす。瞳も柔らかい腰を使いながら相手のパンチをかわしていきます。左右のフック、強引に行くと雑になると吉永トレーナーからもアドバイスを受けていた瞳。さあっと左、さあ細かいパンチを集めていきますが、第7ラウンド終了のゴングです。会社を辞めてボクシングを始めると決意したとき、瞳のお父さんは3年という約束を瞳に言い渡しました。しかしながら努力を買いまして今でもボクシングを続けることができています。対する横浜光ジム高橋裕二、夢は世界チャンピオン、努力の中で世界を目指したい。両者の口から努力という言葉が飛び交います。 56kg 契約ウェイト8回戦ラストラウンド3分間です。気持ちで前に出ていく、右右を当てていきた。最初は高橋の右のフック、ボディ左右、左右の連打、左左右、ワンツー
ラッキングでかわす。柔らかい腰は第8ラウンドになったらもう健在。さあ、ラッキー左、右のパー、左のパー、ボビー頭をつけて高橋打ち合います。しかし瞳も譲りません。前に出ていく、しかし左、左、高橋の左が瞳の顔面を捉えます。左、高橋のノックアウトパンチ、その左のフック。8ラウンド果敢にこの瞳の体を痛めつけます。右、そして左のアッパー。今度は瞳が青コーナーに追い込んでいった。体でリング中央に押し出したフック。しかし瞳も負けじと押し返します。左右のフック、ラッキングをしながらフックを両者当てていきます。互いに左フックを得意とする対戦、互いに初めての8回戦。さあ、高橋は変則型のこのボクシングで4連勝となるのでしょうか。苦労の中で勝ち星を重ねていきたい。さあ、両選手ともに4回戦6回戦で苦労してこの8回戦へと駒を進めてきました。キャリア14戦目の瞳宗光、キャリア12戦目の高橋裕二、ロープ際に追い込んで、そして今度は瞳が詰めていく、ボディに集めていく。さあ、左、高橋の左、右のアッパー。初めての8回戦、残り1分を間もなく切ろうとしています。右のストレート、左のストレート、高橋が出ていく、パンチを集めていく。左、ニュートラルコーナー。さあ、瞳、ボクシングを許してくれたお父さんも今日この後楽園ホールで応援しています。気持ちで見せる、打ち合いになったら足を取れても打て、そのようにお父さんは瞳に言ったそうです。打ち合いになったらとにかく気持ちでぶつかっていきたい。ラストラウンド、瞳のその気持ちが現れています。ボディ、前に前に出ていく。さあ、ガードで守って右のフック、左、さらに右、高橋の手が少し止まってきたが、瞳の回転数が上がっている。ボディ、さあ、しかし高橋も返していく。両者大きなフック、両者ものすごい打ち合いで、ラストラウンド第8ラウンド最後まで打ち合いました。この試合は判定に持ち込まれます。56キロ契約ウェイト8回戦、両者ともに初めての8回戦戦い抜きました。試合は判定となります。全部を出し切って負けるなら気持ちがいい、そうお父さんにアドバイスを受けた瞳宗光、そして高橋裕二、油断大敵。今回は寸分の油断もせずにこの本番のリングに臨みました。気持ちをすべて出し切った、精悍な表情、顔つきを見せています高橋裕二。まもなく判定の結果が言い渡されます。採点をお知らせいたします。ジャッジ熊崎光大77対76、高橋裕二。ジャッジ桂木彦78対77、瞳宗光。1対1割れました。ジャッジビニーマーチン77対76、以上2対1のスプリットディシジョンをもちまして、勝者赤コーナー瞳宗光。思わずその表情、グローブでこれは目を拭ったのでしょうか。柔らかい表情に包まれています瞳宗光、思わず笑みがこぼれました。2対1、三者のジャッジともに全てが1ポイント差で2対1です。瞳宗光2対1の判定で勝利を収めました。プロキャリア14戦目、見事白星を飾りまして、これで10勝とした瞳宗光です。